本日2024年、1月22日、22時54分。普通の喋り声くらいだったら、人間とかには聞こえませんので、まあ、撮影します。本日、報道ステーションを見ていて、まあ、岸田総理の方に、私からの音声で、その世界国勢税で、エネルギーの残存量、が、残り、100年分ぐらいしかないっていう、まあ、100年分のところを見たことがあるっていう内容を伝えてしまったんですけども、それ結構 あって伝わってたと思うんですけども、今まで何回かそれで失敗してますね。で、もう一度世界国勢税、自分の手持ちのものを見たんですけども、1年間っていうものはないですね。その、私の方で、池上彰さんのに、ニュース、池上彰のニュースそうだったかか、インターネット上で、見た内容とごっちゃになっているか、私が20歳ぐらいの頃、その河川水門開式玉発電とかできたとしても、釜田発電とか、すべてできたとしても、消費が拡大するんだったら100年が限界だっていうことを私は言ってたんですけども、多分その方向とごちゃごちゃになってたんですね。だからその当時の頃の話とか記録をつけられている方だったとするのであれば、かなり、節約をしなければその100年よりもっと先まで、残すことができないっていうことになってくる話にたどり着くと思うんですよ。だから今の自動車産業のその生産量だともうほぼほぼアウトですね。どうしようもないっていう、あと建築業界の、建てすぎてる家の数極端に多いと。で、あとエレベーターがたくさんついていると。だからもうこれからの時代は4階建てとか5階建てでエレベーターなしじゃないと無理だと、こういうことになってくると思います。あと建てる場所とかも、その山の上の方、ダムよりも高い位置のところに、その4階建て、5階建ての5階のフロアが来るようなところはまず無理であると。まあそういうふうな形になりますね。ちょいちょい、その私の方も今回ちょっとまあ謝罪ということで、総理内閣、まあ、国会議員の皆さん、各都道府県知事、市長、各地方議員の皆さん、申し訳ございませんでした。エネルギーの残存量、その昔見たことあるのその話、ついつい心の声の方などで届けてしまうことがあるんですけども、私の方が、失敗してますね。世界国勢税には書いてないです。で、その件について謝罪いたします。申し訳ございませんでした。まあまあ、今回はその YouTube にアップロードしておくのは記録をつけておくことによって、まあ、自分が間違えないようにすると、まあ、そういうことでの、記録です、気づいたうちに、すぐに調べて、いればよかったんですけど、これ数年前にも私してるんですよ。菅政権の時も安倍政権の時もなんですよ。だからその若い頃、20歳ぐらいの頃に喋ってた内容、その先々掘っていく話とごちゃごちゃになってるんだと思いますね。で、今の自動車の生産台数はどうしようもない危険水域と言ったらいいんですかね。危険な状態ですね。あと、建設ラッシュですね。買い手がいないのに無駄に作ってるっていう、その建物。居住に関しても、万博にしても、オリンピックに関しても、無駄が多すぎると。あるとこ使ってたら、それでよかった。それだけの話なんですよ。最悪100メートル走なんて、その辺の高校とか大学のグラウンド使ってりゃよかったんですよ。あとみんなテレビ見てりゃよかったんですよ。以前と同じ答えですね。一時、自民党の方たちの中でもそういうふうなことをおっしゃってた方たちがいたと思うんですよ。その辺のところで、やっぱりその、ホームページにその辺の内容をしっかりと記録しておくことと、あとはやっぱり精神病院の件ですね。だから何回も精神病院に入れられたりすることによって、ごちゃごちゃになっていた。やっぱりそこになりますね。いや、これ、まあ、とにかく、
とにもかくにも世界中ですぐに対応しなかったら本当にもうどうしようもない状況にはなってる。ただ河川水門解析玉発電やかまど発電はかなり期待ができます。まあマグマ発電は発電量はそのビビたるそのそんなに大したものすごい発電安定した発電量にはならないんですけども、ただしその金属は採掘できるということになってくるのであれば、その掘っていく深さが深くなってそのも拾い上げてくる、エネルギーを考えたら、それはそのマグマ発電によって金属が一緒に融解してくれたら、まあ、助かると。まあそれとあと防災ですね。防災することによってエネルギーの消費を抑え込む。東日本大震災の後、ガソリンとかガスの消費は格段に、一時的に上がっています。発生後8年ぐらいは確実に上がってます。で、まあ、熊本地震とかもありましたから、結局なかなかその数字が、こう近年まで落ち着けれませんでしたけども、この石川県の能登半島で発生したと。だからまあせめてあとはまあ火山の噴火ぐらいは、削減したい。それを逆に発電することによってということですね。ただ穴掘るんだったら夜中の余ってる電気とかそれだけを使用して掘るっていう効率の良い形。今だったら空き家とか電気つけたりしてるじゃないですか。そのある一定の電力のその余った分をその蛍光灯とかに回してるんでしょうけども、それはそれで蛍光灯が老朽化したりしますから、余った電力だけをその穴掘るように使用するとか、そういうふうな形で特にその早い期間に早く穴を掘らなきゃならないではなくて、余った電気を上手に使おうの考え方の方ですね。まあ、そういった形で物事を組めば、まだだいぶ先延ばしにはできるはずなんですよ。まあ一番のポイントはやっぱり河川水門解析玉発電ですね。その地下水流トンネル発電型の。もうこの名称で何回も通してるから、今更その河川水門解析玉発電を、堰とかそういうふうな言い方、日本語に直して、そういう、もう特許庁の、その特許庁の発明協会の方行って、この間話していたら、堰を作ってとかそういう文章の書き方に、変えさせられそうになってるんですよ今。で、分かりづらいでしょう。名称その河川水門開閉式って言った方が、たくさん雨が降った時に開閉するものだとか、その一般人の方向けにもその分かりやすいものであった方がいいと。まあ、今回のこの動画は、私からの、失敗の、心の声の部分の、謝罪です。エネルギーの、残存量、世界国勢税年残り100年なんてものは一切、記載がなかったと、こういうことです。まあ、この記録でもう失敗しないことを、まあ、願うというか、まあ、今後失敗ないように、気をつけます。皆さんどうもご迷惑をおかけいたしました。